きチャンネルこんにちは。さあ崖っぷち選手をその後っていうね、ところで今日は中日です。はい、福谷で橋本、で野手は加藤翔平、高橋周平。高橋はカリステと石川に今年勝たないと今後厳しくなる。袴田スポープはブライトキャンプではいい感じだ。今年ブレイクする予想を回したわけです。さあでまず福谷投手は14試合登板11先発で3勝4敗でもクオリティスタート6回してるからやっぱね、ドラゴンズの投手陣は勝敗だけじゃ語れないのよ。援護ないんだよ。これがね、そうですね、ここら辺は継続やな。そうですね、まだまだね。だって今年ドラゴンズはドラフト1位草加君ピッチャー取ってきてるからそこまた入ってくるかもわかんないし、あと中地ね、で梅津、この3人が若いのがくー来る可能性あるから。で今年福谷は早生まれだから33歳の年だから、来季34歳の年でしょ。そうです、学年的にはそういったところではチャンスなくなってくるからね。ステイだね。悪くはないけど良くもない、便利屋に使われそうなタイプ。正直もう大げさに言ったらチーム変わった方が輝けるかもしれない。ああ、先発いないよっていうところとかに、そしたらローテーション入ってくる力あるから、ね、今すぐにでもっていうところで言うと、現役ドラフト上げてもいいんちゃうかっていう。いや、現役ドラフト入ります。でも去年の細川と同様に、いい選手出していかないと。まあそうですね。で現役ドラフトっていうのはその欲しいっていう選手が多いチームから1番に取れるから、そういった意味では、いい選手出していかないと、いい選手取れなくなるから。そうですね、ある程度はね。だからまあステイだね。そして橋本投手フォアボール連発でね、でデッドボールでしたっけ。13試合登板防御率 1.17 でも15イニングしか投げてないのに四死球13だからね。そう、ちょっとね、ここら辺がまあどこまで改善されるかだね。2軍でも30試合登板で39イニングで四死球20個だから、2回に1回フォアボール出して、ここだね、制球力だね。そうですね。でも最後戻ってきましたよね。そうだから一歩後退だね。一歩後退、まあ引き続きだね。これはね、来年どうなるか。野手加藤翔平、なんかポテンシャルだけはあるからね。見栄えはめっちゃいいのよ、何やらしても器用にできるから。でもね、結果がね継続せえへん。全く2割2分5厘今年、59試合早生まれだから33歳の年。福谷投手一緒ですね。打席数がね45だから59試合も出てるのに、だから結局ダイソーとか守備固めで使われてんのよ。足速いし、でその中でこの後藤俊太とキャラかぶりなんだよ。ああ、そう。完全に。スタイル的なところも似てますよね。ほんで身体能力高いポテンシャルも似てんね。でもどっちにも言えんね。安定感だ。で結局後藤俊太も今年52試合出てるんだけど、打席が51打席だから結局は代打の1打席か加藤もそうだけど、もう守備固めなんだよ。ダイソーかとか。結局ね、だから大島とかの守備固めとかで入っていくだけなのよ。なるからね、一歩後退だね。翔平も一歩後退。本当。で続いて高橋周平。高橋周平2割1分5厘。86試合。いやきついねこれは。29歳早生まれ、来年30、今年30歳の年、一歩後退やな。しかもよ、今年またドラフトに二遊間とか野手を取ってきてるやん。正直。でひょっとしたら来年カリステがセカンド、ショートで最初出るかもわかんないじゃん。今年の終盤の使われ方見てたら。で石川は怪我なかったらまあサードに出るでしょ。ファーストビシエドなのか、まあビシエドも来年から日本人登録なんだよね。外国人また取ってくるのか、ただもうセカンドとかしかないやん。そこにね、福永、村松、田中しかもまた今年2位3位とかね。ちょっと内野ダボついてますね。大渋滞ですね。今内野ガチャ進行中だから当たりまでミックスできないから。いやちょっともうちょっととこう選んでほしいです。こう取った中で、うん、やっぱいいなみたいな感じになってほしいです、ね。いやそれはもう勝手に選手が輝かないと。そう輝、うん、もう我慢してほしいな。我慢してる余裕ないから。赤嶺さんもだって来年あかんかったらひょっとしたらもう来年最後かもわかんないからそんなね悠長なこと言ってる場合じゃないから。だからちょっと高橋周平もやばいな。大渋滞考えるとちょっと危ないですね。現役の後高橋周平でもチャンスはもらってるからな。そのもらってなくてじゃないからで打席数もその加藤とかね後藤俊太とかに比べると打席数ももらってるから、はい、そこでやっぱ結果残しきれてないっていうのはもうちょっと、うん、でここ数年ずっとだからね、はい、86試合で打席でいうと172なんで、だからスタメンでもね、うん、使われてるっていうところもあるから、はい、そこはきついよな、うん、ということでじゃあ交代ですか。もう加藤と高橋周平はこれやで、ね、はあ、そこまでいきます。でもまあもしかしたらそこからふーんって言って十分もちろん可能性ある。コーヒー飲んでる可能性もありますからね。はい。加藤翔平とか頑張ったらレギュラーいけるのにな。いやだから2人とも頑張ったらレギュラーいけるところにいるからね。それを掴みきれてないっていうところがきついよな。はい。でブライト袴田さんの。ちょっとブレイクはしきれてないですね。惜しかったよね。惜しかった。そう。もうちょっと考えよう。野球っていうものをもうちょっと考えよう、はい、そこまず、そこから、はい、国母さんじゃないけど、はい、なんか今キャンプで走塁メソッドみたいなのが今やってるらしくて、キャンプで、でこれを守れない選手は、はい、もうホークスの一員じゃないっていう、だから走塁はもうこのメソッドにのっとってやろうって、はい、俺なんかなと思って最初、いや全部が全部知らないよ、走り方とかあんのかな、何なのかなって思ったら、本塁はまっすぐ滑り込むっていう、回り込んじゃダメっていう、まっすぐの方が速いからって、あ、そういうことと思って、あ、もう今はそういうこともちゃんと教えないとダメなんだ。そういう基本的なところからってことですか。そうだから多分それが全部わかんないよ、もっとそれは細かい難しいことを。だから逆に言うと、だから下手したらよ、その中にはランナー二塁バントの時は転がってからスタートとかも書いてるかもわかんない。だから転がる前に予測して走るからバッターが空振りした時に刺されたりするわけだ。だからもう当たった確認してからスタートとか、そういうのとかも書いてる可能性あるから、ブライトもそういうことからちゃんとやっていこう。こういう時は走っちゃダメとか、こういう時は走っていいですよっていうのを考えてやったらポテンシャルもいけるから、もうちょっと考えてやろう、野球を。で続いてヤクルトは石山、杉山、松本直樹、川端慎吾、西浦マクガクがいなくなって石山は守護神に返り咲けるかが勝負っていうね。石山でいうと守護神はね田口になったからね。でも田口が守護神になったから田口の代わりがいなくなったよね。ああそうですね。そこがきつくなったのよ結局ね。だこういうのって2枚やっぱり用意しとかなきゃいけないんだよ、うん、誰を守護神にやったらその選手がいないところを誰か埋めなきゃいけないっていうところで、まあ、埋めきれなかったのがねやっぱ痛かったなっていうところもあるけども、はい、石山ね、はい、50試合登板 4.40 ですよ、うん、いや防御率悪すぎるわ、うん、リリーフで 4.40 って、まあ、そうか、うん、かなり悪いよね、うん、だって47投球回で三振は41個っていうね、うん、取れてるけども被安打51だからね、はい、47イニングの中でね、でフォアボールが16個でしょ、うん、常にランナーを出しますみたいな感じになってるから、うん、そういうところはもうちょっと修正していかないと、うん、投げてみなきゃ分かんないっていうところが多分3勝6敗っていうところにもつながって、いい時はいいけど、うん、悪い時に修正効かないみたいな感じになってるから、うん、そこら辺はもうちょっと修正しなきゃいけないけど来年36歳。はい、結構もうベテランになってきましたからね。だからまあもうそこはもうその自分今のポジションでもう頑張るしかないね、正直ね。だから崖とかじゃない今、ベテラン専用のシェアハウスにいる。だから多分大事に使ってくれると思うよ、石川とかねとかと一緒に大事には使ってくれると思うけども、もうもちろん本人頑張ると思うよ。本人頑張ってこれからもちろんねそこからまた独り立ちっていうところもあるかもわかんないけども、多分チームとしてはポテンシャルあるから、うん、チームに役立つ選手になってほしいっていう、うん、あー、なるほどっていうところで、うん、早めだったりとかワンポイントだったりとかいろんなところを任されるかもわかんないけども、うん、まあ、その立ち位置にもう来たかなっていう、はい、うん、だからシェアハウス、はい、崖とかじゃない、そうですね、そういう類じゃない、もう、まあ、去年はあれですか、マクガフ投手いなくなっての守護神としての崖、そうだから今年ね、守護神取れるか、もう返り咲けるかどうかの勝負だったけども、うん、まあ、そこはちょっと返り咲けなかったけども、うん、戦力としてはなってるから、はい、シェアハウス、シェアハウスで、うん、そう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 、はい、大事に使ってくれると、はい、次、杉山投手ね。はい、まあ今年で4年目っていうね、はい、ところで、まあ、2軍でも10試合登板、先発1回、防御率9点、だ怪我もあったんかな。正直ね、だからまあなかなか苦しかったね、引退っていうところでね、人生は野球だけじゃないから、でまだ彼でいうと、若いから今年6歳でしょ、26です、だから来年27じゃん、もうこういうのがもう、早めにスパッとね、本人決心ついたら、次のステージ行った方が、次のステージで成功する確率も上がるし、で自分のやってることは、プロの中で必死で、一生懸命できたわけでしょ、だからここからはもうね、視野を変えて、次のステージで成功できるように頑張ってもらいたいね。そうですね。で続いて野手松本直樹選手。いやこれちょっときついな。3試合1軍では出場、2軍では2割8分6厘、ホームラン4本、いい活躍してるんだけども、これはね崖でもうこうなってるけどね。ああですか。いやだって子が良かったやん。で中村悠平いるわけよ、内山いるやん、もう4番手以降なってんだよ、そうですね、確実に、誰かが怪我しても3番手とかになっちゃうから、で30歳でしょ、今年で、そしたら古賀が25歳、内山21歳だから、もうそっちの方に傾いていっちゃうじゃん、そうですね、だからなかなか。苦しいよね、はい、正直もうトレードとか現役ドラフトに上げた方が本人のためにはいい、うん、でも支配下が5人しかキャッチャーいないんだよ、はい、ヤクルト、うん、だからそういったところで、まあ、難しいよね。今年も一応高校生でキャッチャー取りましたからね、そこがなんか出せるかどうかが、うん、でね、だから育成で松井、橋本、フェリペって3人もいる。あ、本当だ。試合下が5人しかいないから。でそれで8人で保ってんだよ。なんとか数をね。なるほど。で1人取ったから9でしょ。はい。だからまあ現役ドラフトとか出してあげてもひょっとしたらいいのかなっていうねところはあるけども、ちょっとなかなか厳しいね。周りの状況から考えるとね。はい。で続いて川端選手。川端ね。川端今年頑張ったよね。はい。めっちゃ神様感出したもんな。え、だって。試合数は80試合ですけど3割1分9厘です。いや神様やったな。まあ去年がねちょっとあんまり振るわなくて1割7分5厘だったからこのまま落ちていっちゃうとまあ年齢もね年齢のだけに36歳でしょ。だから来年37歳だから年齢も年齢だけどここからあんまり下がりすぎていっちゃうとこのままっていうねところもあるけどやっぱ神様だったわ。やっぱ代打で出てきてやっぱ川端すごいみたいなところはねなんかありますよね。あとやっぱり去年やっぱ体調悪かったのかな怪我とかひょっとしたらねそういった意味でもこう続けば危ないよと思ってたけど神様だった。今だからもうじゃあどこにいますか今。今これはもう弁定だね。もう確立されてるから代打っていうだからもう別宅でじゃああれですか石山投手石川投手とかとのシェアハウスとはまた別ですか。シェアハウスの VIP ルーム VIP ルームもういるシェアハウスの VIP ルームもうその枠の VIP ルーム神様だからはいそうですねやっぱこれはさすがやなまだまだ衰えてないってことだからねそうですねやっぱ出てきて結果出しますねいらぬ心配だったね正直ねで続いて西浦、西浦はもう崖落ちたんだけど、落ちたところが受け皿あって、DNA に取れと、ところで DNA に行ったんだけども、打率1割4分3厘、2軍では2割6、2軍ではそこそこ打ってんだよね、2割6分1厘か、でも32歳か、ヤクルト崖から落ちて、DNA のところについたけど、そこでももうこうかけ、こうなってる。DNA もそうですね、渡来来てるからね、渡来もし内野守ったら終わりだからね、内野の練習してるんですもんね、うん、しかも森もね、うん、今年怪我だったからね、はい、来年また復活してきたらっていうところもあるし、うんはい、ちょっと苦しいね。だから、うん、ヤクルトは、まあ、石山と川端がシェアハウス、はい、ベテランのそっちに移動してね。中村さんは赤羽、金久保ね、うん、ちょっとこのやっぱ若いところがぐっと出てくるんじゃないかなっていう思ったんですけど、赤羽は1割7分4厘、ホームラン1本、はい、2軍でも1割8分6厘、うん、いやー厳しいね。まあ、ここら辺だから赤羽、沢井、あと北村、うん、そうちょっとここら辺が勝負だね。同じ世代の人たちがね、そうだね、いるんで、でまだちょっとブレイクはしてないで、はい、このフレッシュオールスター MVP 取ったっていうところで、うん、ちょっとこうね、うん、いい活躍があって、うん、ぐっとくるんじゃないかっていう期待だったんですが、まあ、まだこれからですね。金久保、はいいや金久保投手はだいぶ前から期待してるんですけど、うん、今年1試合しか投げてないからね、うん、先発あれ怪我だったんでしたよね、うん、そうそうそう。赤マスコープはちょっとあれ曇ってたね、ちょっと曇ってましたね、ヤクルトはね今年はね、うん、ちょっと、はいうん、戸田がよく見えてたんじゃん、戸田がちょっと霧だったねそうですかね、はい、まあ、というところだね、はい、この2チームでいうとね、うんうん、まあでもチャンスあるからね、うん、まだね、はいドラゴンズも含めてね、うん、まあどうなるかっていうところだね。そう、もうだってこうなってても一気にね、ターマー行く人もいるわけですから、そうそう、全然いる、うん、どうなるかなっては全然わからないですよね、うんうん、まあ引き続きね、はい、頑張っていきましょう。はい。